はい、どうも、最近夏バテ気味のミストです。はい、本日はですね、こちらのね、キタレパワープロ V2024 選択ガチャ券だったりね、各種選択券で取れる帝王実業高校環境入りキャラトップ5を皆様にご紹介していきつつ、最終的にね、その中から私が一人選んで50のキャラをね、作成するという動画を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。このキタレパワープロ部員のガチャ券は今年の4月のやつかな、はい、だったと思うんですけども、これね、このガチャ券で結構今ね、活躍している帝王実業高校の環境キャラ取ることができますので、まあ、待ってらっしゃる方はね、ぜひ積極的に使ってみてはいかがでしょうかということで、まあ、ランキング形式でいきましょうか。はい、取るべきキャラ第5位からお話ししていきたいと思います。第5位がこちらになります。結構なレアキャラですね。ドン怪力無双三本松ということでですね、はい、このキャラなんですけども、で、私もね、どんな感じでこいつ登場したか覚えてないんですよね。ただ私45で持ってるんで、もしかすると全員45確定の配布キャラだった可能性があります。それか、まあ、ランイベかね、うん、なんかの報酬キャラだったと思うんですけども、彼が、まあ、テーブルはね、そんなに強くないんですけどもね、得意練習と金徳がめちゃくちゃ強いんですよ。うん、得意練習が筋力打撃の2種連、さらに、金徳が思考の一流種プラスアーティストを取ることができますよということで、思考とね、大谷と一緒に使えば新アーチ取ることができます。はい、まさかのここに来て大出世ということでですね、うん、まあ骨イベントボーナスとかね、イベント率アップとか、はたまた試合経験でボーナスを持ってないんですが、はい、テーブル以外はめちゃくちゃ強いということで、特にね、今一流種育成するんだったらね、うん、ワンチャン使えるかなというところで、うん、まあ、この三本松も取ってみてはいかがでしょうかという感じですね。こいつはね、40で固有ボーナスがつくんですよね。うん、なんで SR の選択価値がちょっと足りないかもしれませんが、うん、まあ、ワンチャン本当に取るキャラいなかったら取ってみてもいいかなっていう感じですね。はい、こいつに PSR 選択権つくのはちょっともったいない気もするんで、はい、マジで他に候補はない方はね、取ってみてもいいかもしれません。はい、で次第4位になります。第4位がこちら、ドーマンですね。はい、ドーマンも思考系のキャラになっております。得意練習は筋力コントロールの二刀流キャラですね。実質筋力練習のみで、筋とか優秀ですね。牛若丸プラス思考の三類種取れますよということで、まあ三類種育成で主に使っていきたいという感じになっております。まあ、対抗でサイガがいるんですが、サイガはですね、今週の決勝打が友沢と被ってしまっておりますので、まあちょっとね、併用するってなるとうーんって感じになってしまいますので、まあ三類種育成だったら、まあドーマン、うん、も全然候補に上がってくるかなっていう感じですね。でテーブル的にも骨イベントボーナス率アップはないんですが、試合経験でボーナス 20% 持ってます。はい、これはね、非常に偉いかなというところで、うん、あとドーマンイベントも強いんですよね。体力スライチ上げてくれたりとか回復したりとかありますので、うん、まあ帝王には合ってるかなという感じでございます。はい、なんで、まあ三塁種育成でお悩みの方は取ってみてもいいかもしれませんね。はい、でここからは、もう環境キャラと言いますか、もう最強キャラと言ってしまいましょう。はい、第3位がこちらですね。勝利の翼、総取り翼ということで、彼女はめちゃくちゃ優秀ですね。二刀流で、まあ、大気キャラですね。うん、で、金徳は、まあ、好きなの3種から選ぶことができます。まあ、基本的には高級ヒスラプラス、祝福取ることが多いかなとは思っております。はい。で、まあ、ボーナスですよね。うん、骨イベントボーナスが非常に高いテーブルになっております。で、試合経験ってボーナスもしっかりと持っていて、固有でもね、骨イベントボーナス持っていて、なおかつアロマグッズね。
はい、これ持ち込めますのでサクセスの安定感がめちゃくちゃ上がります。もうサブリグ性不眠症気にしなくてよくなりますんで、これでかいかなというふうに思っております。でも骨密度マスはめっちゃ高いんでね、猛特訓の経験点上げてくれますし、バーニング練習の経験点もね一緒にいるだけで上げてくれますので、まあ総じて優秀なキャラとなっております。うん、まあもう汎用デッキにはゼガヒでも入れたいという感じのキャラですね。まあてかどのデッキでもね本当使えますので、うん、まあ、大気練習っていうのがちょっと偉いね。うん、鍛錬、まあ実質鍛錬なんですけども、まあここに固めてね、まあ結局バーニング練習狙うことが多いので、うん、まあ翼本当優秀かなというふうに思っております。で、次第2位がこちらリスタート立川ですね。はい、もう彼女もね非常に優秀なキャラに、ランクアップしたという感じでございます。メンタル大気の2周連で金徳が一発逆転をプラス逆襲となっております。これ一発逆転をね骸骨もくれるんで非常に嬉しいですね。やっぱねテーブルがめっちゃ強いですね。骨イベントボーナス 120% で固有で骨イベント率アップ持っていて、試合経験点ボーナス45でつきますよというね、まあ、全てを兼ね備えているキャラとなっております。でこのメンタル練習まで持ってますからね、はい、体力も、安定してキープできますし、大気での複数タックも狙えるというところでですね、非常にまあもうデッキのね潤滑油みたいな役割を担ってくれますので、はい、まあ一家に一台欲しいような性能ですね。うん、まあ今後新キャラが来たらねちょっとチェンジされてしまうかもしれませんが、まあ現状ね、まあ十分使えますし、はい、まあね、今日から最強決定戦も始まるよという中で、まあこの立川を生かしてね、うん、あの帝王をやってみてもいいんじゃないでしょうか。あれ、最後ナンバーワンに輝きましたキャラはこちらルーカス・ジョンソンですね。はい、まあ彼はちょっとぶっ飛んで強いかな。うん、特技練習はね筋力急速の二刀流で筋力練習だけなんですが、まずね筋特、うん、球界の頭脳プラスミラクルボイス取れます。はい、キャッチャー育成の時は査定を大きく伸ばしてくれます。まあそれ以外の育成でも一応筋特1個取れますので、はい、キャッチャー育成以外でも活躍することができます。でなぜかと言いますと、このねもう狂気じみたボーナステーブルでございます。はい、骨イベントボーナスが 90% ありますよと、でこれでもね骨イベントボーナスつきますよと、はい、これおそらく 20% なんで 110%、 うん、で45で仕上げてます 10% つきますよというところで、あれこれだけじゃ物足りないじゃんって思うかもしれませんが、はい、これですよ、覚醒が意味が分かりません。骨イベントボーナス 90% と骨イベントアップ PSR だと 50% つきます。はい、これによって骨イベントボーナスが 200%、 骨イベント率アップが 50%、 試合経験出ます 10% の最強キャラが出来上がるって感じですね。はい、ちょっと今後覚醒するキャラにはこのねボーナスつけてほしいですよね、帝王環境だったら。はい、この2つはマジで強すぎるんで、はい、それを兼ね備えてるルーカスは、まあ、キャッチャーではもちろんのこと、他のポジションでも筋トレ1個なんですけども活躍できてしまうという感じになっております。はい、なのでまあね最強決定戦おそらくもうキャッチャー育成でもうルーカス入れて、まあ、アルミ入れて新旧化のゾロにするっていうデッキがまあ、うん、流行ると思いますんで、はい、まあ明日から本気出したいよという方はもうルーカス、うん、取ってもいいんじゃないかな。うん、ただちょっと怖いのは最強決定戦開催と同時にルーカスのガチャが来たりとか、うん、はたまたさっき紹介した立川とか、うん、翼のガチャが来ても、なんか違和感ないんですよね。そうなっちゃうとちょっと怖いんですけども、まあ来なかったら、まあ14時のタイミング見て、うん、来なかったら取ってもいいんじゃないかなと思っております。はい、ただ私は、もうね動画の冒頭にあるキャラを50にしますよと言ってしまいましたので、はい、50作りたいと思います。そのキャラは果たして誰なのか、いきましょう。ドゥルル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 ドーンということで、結局ルーカスでした。はい、私で48で止まってしまってますので、うん、まあこれも取っちゃおうかなと思います。まあ、他にね、めぼしいキャラがいないっていうのと、うん、まあどうせね
来月の8、6でまた選択権配られますんで、まあ今をね全力で、楽しもうということでね、今回の帝王環境は結構デッキ平均レベルも大事になってくるというところでですね、ルーカス取って一つでもね、ちょっとでも経験点出しやすくしていけたらいいかなと思っております。では取ります。さらに選択権だったらよかったんだけどね、もう使っちゃったんだよね。そこでまあ 30% 勝負して通すってのが理想的ではあったんですけどもね。はい、これで50できました。ありがとうございます。ルーカスは結局 PSR のね、確か30連のループガチャで 20% で PSR みたいなガチャだったと思うんですけど、私は結局それでは引けなかったっていうところですね。はい、ということでまあこのルーカスがまあ一応サイキッカー出身のキャラなんですけども、今本当に強力なキャラになってますんで、一応ねまあ、SR の45でも全然、仕上げでもさつくね、45でも使えると思います。まあ、最悪、まあ、SR35 でも、ここのね、骨イベントボーナスの覚醒はつきますんで、骨イベントボーナス 200% っていうのはできますんでね。はい、まあ、そこだけ活かすこともできますので、はい、まあ、SR 選択権でもワンチャン全然いいかなと思っております。はい、骨イベントボーナスが本当私は重要だと思ってますんで。はい、というところで今回は、まあ、選択権で取れる帝王環境最強キャラ5選と、まあ、実際に私その中から1体取って50を作成する動画でございました。ぜひねちょっとでも参考になったという方はチャンネル登録していただけたらなというふうに思っております。それでは失礼します。 See you.